こんばんは、始まりましたドレスキーとコレスキー、ハライチの岩井ゆうきです。アシスタントの前田のぞみです。お願いします。はい、今回のゲストはですね、前回に引き続き3ピース6バンドリアクションザ・ブッダの皆さんが来てくれます。面白いですよ。はい、今回も楽しみです。はい、はい、岩井さん、先月私写真集発売したんですけど、はい、もう見てくれましたか？見ましたよ。すごいね、はい、なんかすごいね、なんか、うん、どうでした？なんかいつもの感じじゃなかった。良い意味でセクシー前田だったね。セクシー前田でした、うん、なんか表情が違うもん、やっぱりなんか知らない顔してた。知らない顔してた、うん、本当ですか？なんか知らない、もう表紙が知らない顔してるんだから違う人、うん、まあ、当然なんだけど、はい、やっぱこの番組で知らない顔してるよね、やっぱりね。そうですね、うん、あと、はちきれんばかりの笑顔。あ、確かに、うん、ハッピーで。はちきれんばかりの笑顔も、この番組では見たことないですよね。そんなことないので、いつも笑顔いっぱいです。楽しいです。いや、ありがとうございますね。はい、いや、すごいですよね。でもなんか、はい、どこが大変だったんですか、やっぱり。大変なことですか。でも、あんまり私、本当グラビアというグラビアが、もう、10年以上ぶりぐらいで、うん、なんか、普段モデルのお仕事はしてるんですけど、なんかこうまた全然違いますね。やっぱね、なんかね、この途中にね、なんかこの旅館みたいなシーンがあるんだけど、はい、ここがすごいよね。なんかそうなんですよ、うん、今回意外とやったねって言ってもらいました。う、ね、うん、これあれだよね、なんつうんだろうな、ね、デートっていう感じじゃないよね、なんか違いますか？不倫って感じするよね。なんか、はい、ね、今回テーマが昼顔テーマだったんですよ、その旅館のところが。やっぱそうじゃん。そうなんですよ。不倫じゃん。だから伝わって嬉しいです。うん、別に不倫というテーマではないんですけど、昼顔っぽい表情みたいな。なんかさ、はい、50アラフィフぐらいのさ、はい、重役の人と不倫してる感じするよね。それだから、じゃあ危ない感じです、ね、じゃあすごい、そのなんか伝わって嬉しいです。怪しげな感じは伝わってんですね、はい、よかったです。素晴らしい、皆さんすごいですから見てみてください、はいはい、見てみてください。ネイバーということでね、はいはい、それではなんかもう終わっちゃうみたい、番組が今からスタート、今からスタートですね、はい、スタートです、始めます。音楽バラエティドレスキーとコレスキー。さあ、今回のゲストは前回に引き続きリアクションザブッダの皆さんです。よろしくお願いします。はい、前回はバンド時代についてお話を聞きましたけれども、今回はそれぞれの人物像について聞いていきたいと思います。はい、ドレスキーとコレスキーというね、番組名にちなんで、うん、お互いの好きなところを聞いていきたいと思います。いいです。題して、あなたのここが好き。おね、難しい。言ってほしい、これは聞きたい。はい、まずはボーカルの佐々木さんから見た木田さん、うん、大野さんの好きなところです。それがこちらです。はい、鍛錬や研究をする才能がある、うん、風来坊なところ、いろいろなところに顔を出してみんなから愛される存在。そうなんだ。そうですね、木田が一番こうなんか熱中してのめり込める才能がある、うんうん、と思っていて、楽曲制作もそうだし、まあ、音の音作りも一つ取ってみても、明らかにこう突出して研究してますね。なんかどういうところを研究するんですか、このギターで言うと。例えばなんですけど、その低音、中音、高音ってあって、でこれをそのどのぐらいの割合で出すと、そのより太い音で、例えば他の楽器に負けない音でギターが出せるかとか、あとはベースとギターってこう、その帯域が全く違う楽器なんですけど、ただ被るところがあって、なるほど、これをよくこうはっきり聞こえさせるために完全にこう分けちゃうというか、被らせないようにするバンドがたまにいるんですけど、多少被った方が、バンドとしての厚みがより出るな。なるほど。そういったことを。
ですね。そうなんですね。分かってなかった。僕はもう分からない。もうなんとなくこういいなと思った音で やらないともうキャパオーバーしちゃう。なるほどね、はい、こう直感型と、はい、あとなんかこう難しく頑張って考えるみたいな、うん、ロジカルな感じ、なんかどっちも大事だなと思ってて、なんかちょうどいいバランス、バランスですね。しっかり調整して、うんうん、そして大野さんが、はい、風来坊なと思って、うんうん、結構こうこうじゃ一番こう社交的というかいろんな場所に顔を出してはこういろんなまあライブハウスだったりだとか、まあそれこそなんつうんでしょうね、こうとにかく知り合いが多いんですよ。バンドマンのみならず、そうですね、アパレルの方とか。なるほどね。なんかその知り合い多くて、でもどこに行ってもあのおーおーみたいなことになるのが一番多い。顔広いんですね。そうなんで、だから僕あんまりその広くこう関わったりがあんまないので、うん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 、そういうとこはすごいなっていう。じゃあちょっとなんか広報担当的な感じなんですか。そうです。いやでも、うん、割と一緒にこうご飯行ったりする人は、うん、知ってる人もいるんですけど、あんまり自分がこうバンドやってるみたいな話あんましない、うん、あ、そうなんですか。だから多分未だに何の人か分かってないみたいな人も多分いると思う。さすがにどっかで聞くでしょ。なんか誰かがあの人なんか音楽やってるらしいよぐらいで、やってるらしいよっていう。へー、そうなんだみたいな。他のバンドとも結構仲良くされてたりとか。そうですね、バンドの友達とかも結構まあなんか突然こうふとみんなが集まってくるみたいなことでなんか一緒に、まあでもなんかミュージシャンっぽい感じですよね。そうですね。さあ、はい、そして続いてはギターの木田さんから見た佐々木さん、大野さんの好きなところです。それがこちらです。自分は打ち上げやみんなで遊んだりすることが少し苦手だが、二人は社交的で助かっている、とのことです。あんまり行かないですか、この集まりには。行かないですね。どうするの、その対バンの打ち上げとかどうしてるんですか。は行くんですけど、あのたまにこう困っちゃう時あるとか、一人になっちゃう時はポツンってなっちゃう時ある。ちょっと電話するふりして外で風に当たってきて、風に当たってきたりトイレに行ったりとか、一人でも大丈夫なふりしてみたりとか。あ、そうですちょっとかっこつけて。あとうちのスタッフさんと話してる時もありますね。あ、そうなんですか、みたいなパターンが。なるほどね、落ち着きますね。落ち着く落ち着きます。ミュージシャンと話してるより裏方の人と話してる方が落ち着く。楽器とか音楽の話をするのすごいいいんですけど、なんかこうプライベートの話とかになると、なんかこうあんまりこう、うまく会話できなくなっちゃって、得意分野じゃないからっていう。そうなんですよね。でそれで言うと佐々木とかはなんかこうプライベートだったりとか、あと自分の弱みみたいなものをこうさらけ出せるんですよ、相手に。こんなこと悩んでてね。なるほど、そういうね、話弾みますしね、はい、で向こうもこんな悩みあってみたいなので、深くこうつながれる人だなと思ってて、幸次郎はその人との距離あんまりこう佐々木ほどグッと近くなんないんですよ、なんですごい居心地がいいというか、それでこう広く。なるほどね、グッと踏み込まないけれども、まあなんか一緒にいれる感じがあるんですね。なんかあの人知ってるみたいな感じになるというか、っていうこう、まあ、ノリがね、ガリ方うまいんですよね。さあそして最後いきましょうか。はい、最後にドラムの大野さんから見た佐々木さん、木田さんの好きなところです。それがこちらです。二人とも遅刻してくるとオロナミン C を買ってきてくれる。薄いな。内容が薄いな。はい、とのことです。いいなと思ってる。二人ともまとめるなよ、俺は一人一人出してる。二人ともまとめるなよ。佐々木さんばっかりね、一人一人に目やってそうだ、ちょっとやっぱ名指しだとすごい照れちゃうなと思って、ちょっと二人にまとめる。オロナミン C を買ってきてくれる。リハーサルとかの時にバンドだけで入るというか、こうスタッフさんとかは来ずに、なんかバンドだけで入る時に、俺そのスタジオ先に行ってこうちょっとなんかその日のリハの準備とかあるんで、ちょっと早めにいつも行ってて、忘れ物あるからちょっと一回帰るんで遅れますとか、車ちょっと混んでるからちょっと遅れますみたいな時に、遅れた方が必ず申し訳なさそうにオロナミン C をこうあの2人分買ってきて、ありがとうね、ありがとうねって。それ許すんですか。いやもちろんもちろん。買う時間だったら早く来いって。確かに確かに、その考え、ああそうか、その
ために5分は費やしちゃうんですか、うん、そうそう、眠時間があるわけですから、ありますよね、はい、いや、いいところ、うん、いいなと思って、あ、でもなんかそこで怒らないグループ、ね、いいですね、そうですね、うん、どれこれ、トゥルーさんからコメント届いてますんでご覧ください。トレスキーとコレスキーをご覧の皆さん、こんばんは。そして岩井さん、お元気ですか？お久しぶりです、トゥルーです。さて、私のニューシングルリコーダーブルーデイズ両 A 面シングルはもう聴いていただけたでしょうか？そうなんです、今回は両 A 面シングルということで、まずは転生貴族探偵スキルで成り上がるオープニング主題歌ブルーレイス、こちらは人とのつながりがテーマになった作品です。主人公アルスは人のいいところを見抜く天才です。自分でも気づいていないようなその人の特性を見抜いて、そして強い家臣に育てて領地を強くしていくという物語です。人間関係において鑑定スキルっていうのはかなり強力なスキルなんじゃないかなって思います。私にはアルスのような鑑定スキルはないけど、でも私も人のいいところを見つける人でありたい、そんな風にこの作品を通して感じました。皆さんにおいても人とのつながりを見つめ直すきっかけになるのではないかなと思うので、ぜひ作品と楽曲チェックしてみてください。そしてリコーダは響けユーフォニアム3のオープニング主題歌です。響けユーフォニアムとはもう10年の付き合いになりました。これまで10年一歩一歩一緒に歩んで成長してきた、そんな作品です。そんな私たちだからこそ生み出せた楽曲だと思っております。私たちの絆が詰まった楽曲、そして音楽の苦悩、葛藤、喜びが詰まった曲、ぜひ受け取ってください。以上、トゥルーでした。ぜひ今度はスタジオに遊びに行かせてください。ありがとうございました。どれこれ、はい、続いてはリアクションザブッダの最新リリース情報です。先週も少し触れましたが、5月29日に初のメジャーリリース、そしてキャリア初のベストアルバムリアクションザベストを発売されました。ありがとうございます。こちらはどんな思いで制作されたんですか？そうですね、基本的にはベストアルバムなので、まあ、今までの我々リアクションザブッダの、まあ、よりすぐりの曲をこう集めつつ、まあ、新曲も1曲入っていたりだとか、まあ、CD のパッケージのみなんですけども、まあ、ライブの音源が入ってたりとか、結構その今のリアルのリアクションザブッダをこう感じてもらえるような作品になっていると思います。このベストアルバム作る時ってどういう作業があるんですか？基本的には、うん、あのまず選曲があって、ありますよね、やっぱりこう、うん、どれを入れようかっていう、うんうんうん、そこは結構あの各々考えてきたんですけど、うん、みんな一致してて、あ、本当に1曲2曲ぐらいしか違わなかったんですよ、でスタッフさんも含め全員、もう結構一致してるんですね、うん、結構そこはスムーズにきまして、うん、あと曲順も僕があのこれどうかなって言ったやつも2人、あ、いいじゃんってなって、割とそれってリリース順じゃないんですね。あ、じゃないです。じゃないです。はい。する場合もあるんです。ありますけど。はいはい、そうかそうか。うん。もうだからそのアルバムとしていいようなこのね、うん、あの順番にする。そうですね。うん、今回新曲もあるので、そういう意味でもなんかこう面白い順番で聴いてもらいたいなっていう。なるほど。はい、はい、ということで新たに制作された曲はどんな楽曲になってますか？はい、ドラマの後でという楽曲、ドラマの後でリテイクですね、うん、という楽曲が、まあ、1曲目入ってまして、うん、でその曲がその男性の失恋の曲なんですね、で失恋しての生活だったりとか、うん、まあ、あの一人の感情の曲を歌ってる曲なんですけど、うん、でその新曲でその曲のアンサーソングを書いてみようと思って、おー、なるほど。であのその別れた方の女性の側の生活を映した、うん、恋を脱ぎ捨ててという楽曲を新曲で書きまして、でそのドラマの後でリテイクの方は歌詞自体はもう2017年16年とかにできてたんですね。あ、そうなん、そうなんです、だから結構もう7年越しぐらいにアンサーしたというか、でそこで結構どんな差をつけるかすごい難しかったんですけど、お互いその別れて一人になった時の生活を歌ってたりするので、はいはいはい、であのドラマの後での方は男性目線なんで、うん、結構後悔をしてるんですね。こうすればよかったのかな、ああすればよかったのかなっていうことを歌っていて、で今回の新曲の恋を脱ぎ捨てての方は後悔をしないっていう、してないっていうのを一つ決めて、フラッシュバックしたり思い出したりはするけれども、その
もう私は次に行く、この声を脱ぎ捨てて、うん、次に行くっていうことを歌った曲にしようと思って、そこでこう差を出して得てして、そういうもんかもしれないですね。なんかそうですね、リアルですね。引きずってるの男ばっかりですもんね。本当にね、なんかね、いつでも戻れるってなんか思っちゃってるの男だけですよ。勝手にね勝手に思ってる。もう次行ってんですから、うん、確かに女子は ね、 ね、うん、そうですね。それでは最後にこのベストアルバムを引っ提げて行うツアーの意気込みをお願いします。はい、地元埼玉を皮切りにですね、全国6カ所、ワンマンツアーを回ります。全国ね、回って我々の、うん、ライブの楽しさとかやっぱ迫力を感じてほしいなと思いますので、ぜひとも遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ行ってください。皆さん、どれこれ前田告知ちゃん。さあ問題を出しつんで、はい、正解することができれば告知できます。はい、はい、参りましょう。頑張ります。埼玉にまつわるクイズです。ゲストでしたリアクションザブッダが初ライブを行った西川口ハーツというライブハウスは、はい、最寄り駅は何駅でしょうか。優しいですね。わかりますよ。本当ですか。はい、西川口ハーツですよ。はい、はい、え、いいんですかそんな簡単な質問。いや逆にどうぞ、はい、西川口駅いいんですね。そんなことある？いいんです、いいんですか？え、私やっぱ埼玉なので、はい、西川口もめちゃくちゃ知ってますし、はい、西川口も降りたことありますよ。あります。ハーツはないですけど。改札出た。なんか突き破ってですか何か。改札出たんですけど。はい、え？合ってますか？合ってます。だって西川口って書いてあって全然違う駅なわけないじゃないですか。なるほど。正解。よかった、西川口ハーツは西川口駅の最寄りですね。はい、よかった、はい、びっくりした。そうですね、よかったです、はい、さあじゃあ告知どうぞ。はい、私前田のぞみ、5月の18日に写真集を発売しました。よかったらゲットしてみてください。ゲットしてください。買ってください。お願いします。